一泊ぐらいは安い宿に泊まっとこうかなって思ったことあらへん？朝食がついてこの料金なんですか？皆さんこんにちは、チョコマロです。今回一泊二日で旅行に来てます。チョコマロさん、正面に見える山は富士山じゃないですか？今日はよく富士山が見えるわ。まるでいつも富士山を見てるっていう言い方ですよね。それでは早速本題に入るんやけど、旅行で2泊や3泊しはるとき、1泊ぐらいは安い宿に泊まっとこうかなって思ったことあらへん？ありますあります。すべてお値段の高い宿に泊まってしまうと旅行代金もバカになりませんからね。そう思われる方に今回僕たちが紹介するお宿はこちら、ファミリーロッジ旅小屋。でも宿泊料金が安いと不安ですよね。大丈夫やで。まあそんな不安なんか一気に吹き飛ぶ境にな。最後までこの動画見てな。現在午後8時。観光してたらすっかり夜になってしもたわ。チェックインは午後3時から11時までです。兄ちゃん、富士山綺麗だったね。さすが日本一の山や。お部屋の前に到着。どんなお部屋なんでしょうね。楽しみですね。さあ、扉オープンやで。オープン。お、なんか綺麗やで。お部屋はこんな感じです。こちらはお手洗いですね。とても綺麗で、バスとトイレが別々なところがいいじゃないですか。どうやみんな、なかなか綺麗なお宿やろ。全店舗どこの旅小屋さんに行ってもお部屋の間取りは同じやからな。全店舗同じ間取りならリピートしても安心感がありますよね。鬼山くん、安心なのはお部屋だけやないで。チョコマロさん、他に何かあるんですか？何か忘れてへんか、鬼山くん。何でしょう。おーちゃん、わかったじゃん。それはな、宿泊料金やで。ああ、そうでした。私、すっかり忘れてました。やっぱ気になる？当たり前じゃないですか。チョコマロさん、早く教えてください。では、旅小屋さんの宿泊料金一覧表があるので、ご覧ください。どうぞ。こちらの宿では、ワンちゃんも1名とカウントされます。なので、パパとママ、僕、オレオの4人で宿泊してます。そして僕たちは、宿泊日がハイシーズンに泊まってるので、15,400円になります。ただ一つ注意せなあかんことがあって、この旅小屋さん、全国に約70店舗ほどあるんやけど、各店舗ごとにハイやピーク、エコノミーなどシーズン設定が違うので予約するとき注意してな。わかりやすい説明ありがとうございました。そしてもう一つ、この旅小屋さん夕食なしの朝食ありやで。朝食がついてこの料金なんですか？そやで。朝食はまた後で紹介するわな。オレオ、晩ご飯食べようか。今日はいっぱいお散歩したからご飯が美味しい。ご飯のお皿は自宅から持ってきたんですか？そやで。旅小屋さんはペットと一緒に泊まれるけど、ワンちゃんのアメニティグッズは置いてへんで。おーちゃんたちが家から持ってきたアメニティグッズはお皿。これはご飯食べるときいるからな。おしっこシート。一応絨毯汚したらあかんし、念のために持ってきたんやで。マナーベルトがあれば大丈夫かも。ケージ。ワンちゃんベッドの上にあげたらあかんので、これが今晩僕たちの寝床です。兄ちゃん一緒に寝るじゃん。兄ちゃん一人で寝るわ。旅行に来た時ぐらい一緒に寝たいじゃん。以上が僕たちが家から持ってきたアメ
ティグッズです。それぞれのご家庭によって持ち物が違うと思うので参考にしてな。パパさん、小腹が空いたので近くのコンビニへ。もうしゃあないな。ファミリーマート。パパ、コンビニなんか紹介せんでええねん。こんなしょうもないことに動画の尺使わんといてくれる？パパさんも一生懸命視聴者さんに向けて情報発信しようと頑張ってるんですから。視聴者の皆さん、パパを堪忍したってよ。パパ、お帰りだじょ。もう何してんねんな。チョコマロさん、今日は遅いんでもう寝ましょう。おやすみ。おやすみだじょ。おはようございます。おはようだじょ。僕たちは今から朝食を取りに行くんやで。ご飯。チョコマちょっと待ってて、ここでね。しゃあない、この先僕たち入れへんもんな。こちらが朝食のパンです。コーヒーやジュースもあり、こちらのトースターでパンを焼くこともできます。パンは一人三つまでなんですね。もう少し欲しいですね。ではお部屋に戻って食べましょう。僕たちもパン欲しいな。パパだけずるいじゃん。パパがあげるから、ちょっと待ち。オレ君パンあげような。どれ行く？クロワッサン食べたいじゃん。クロワッサン？じゃあクロワッサン行く？オレ君クロワッサンね。クロワッサン、オレ君食べてね。いただきます。どう？美味しい？よかったな。オレオさん、よかったですね。はい、次チョコマロな。はい、チョコマロもクロワッサンでいいか。何でも食べるで。チョコマロさんは食いしん坊ですもんね。僕はチョコマロやからな。はい、チョコマロもクロワッサンいただきます。あ、すごいな、食べっぷりすごいだお前。どういたしまして。急いで食べすぎや。チョコマロさん、もっとお上品に食べてくださいね。美味しかった？はい。うん、よかったな。あ、すごいカリカリして美味しい。焼いたら美味しいな。うん、チョコマロ、これをどうしたの？アンコール、アンコール。アンコール、アンコール、なんやそれ。バターロールいるか？バターロール。僕の意見やで。まずは良かった点、宿泊料金が安い、これナンバーワン。2つ目、朝食付きコーヒー飲み放題。3つ目、お部屋が綺麗だじょ。4つ目、無料 Wi-Fi が使える。5つ目、ベッドが大きくてゆったりできます。6つ目、チェックインが23時まで、遅くても大丈夫。まあこんな感じ、僕は大満足。では次、いまいちやなって思ったところ。鬼山くん、こんなん言うて営業妨害にならへんやろか。チョコマロさん、私たちが感じたことを包み隠さず視聴者の皆さんにお伝えする、それがこのチャンネルの使命だと思いますよ。わかった、ほな行くで。では一つ目、ペット用のアメニティグッズが置かれてない。家から持ってこないといけないので荷物がかさばりますよね。2つ目、歯磨きセット、ひげ剃り、寝巻きがお部屋に常備されてない。ホテルの方で歯磨きセット、ひげ剃りは販売されてます。寝巻きはレンタルされてます。しかしホテル側がなるべくご持参いただくように推奨されてます。みんなわかった？でもいいところが多いから僕は大満足やで。またリピートするかも。今日紹介させていただいたファミリーロッジ旅籠屋さん、北は北海道函館から南は九州鹿児島まで約70店舗あるので、皆さんも一度利用されてはいかがでしょうか。
しょうか。概要欄にカタゴヤさんのウェブサイトを貼っときます。また泊まりに来たいよ。おーちゃんおすすめ。チャンネル登録まだの方は